庄司芽衣です。中井ゆりです。新井ひとみです。山部美優です。東京自主流です。この動画は結成11年目になる東京自主流がさらなる成長と新たなファンの方を獲得するためにさまざまな企画に挑戦していきます。今回はインディアンポーカーをやります。ポーカー。 YouTube 流ルールを説明します。山からトランプを1枚取って頭に掲げます。この状態で他の3人のトランプを見て自分のカードが勝てそうかを予想します。トランプの強さは数字が大きいほど強くなります。この状態で4人で駆け引きしていきます。途中一度だけ自分の判断でカードを変えることができます。カードが決定したらせーの勝負の掛け声で降りる人はその場で降ろしてください。最終的に残った人の中で一番強いカードの人が勝ちになります。配点はこちらです。このインディアンポーカーっていうゲームは、まあ、こういうゲームなんですけど、今の場合は山部さんが勝ちであと3人負けになります。あ、そうですね。だから負けそうだなと思ったら降りた方がマイナスは怖いので、うん、っていう。そういうことかゆっくりかぶるのやばい。では1回戦目行って参りたいと思います。はい、はい、じゃあせーのであげましょう。はい、せーの。いい勝負だよね。見た感じいい勝負だけど、メイそのままでいいと思う。本当？うん、メイは変えない方がいい。逆に変えた方がいいかなと思った。あ、本当に？なんか微妙なラインだから、うんうんうん、なんか微妙に負けるか。でもそんなこと言ったら多分ミユも怪しい。おそ、あ、際どいところにいる。いや変えなくていいんじゃない？まあ、ちなみにユリも際どいところにいると思う。本当に、うん、私は瞳は絶対そのままの方がいいと思う。なんでそんなにやるの。いや、でも瞳変えたら圧倒的、うん、圧倒的存在感で、ミユとユリは競ってる。なんで私は変えなくていいと思う。変えた方がいいと思うと思う。あ、なんて言った。変えなくてもいいと思う。私は変えなくていいと思う、うん、あ、じゃあ変えます。マジかー、マジかー、今の顔怖かった。あー、まあまあでもこれでまあまあまあいいんじゃない。まあまあまあいいじゃないですか。これちょっとでも結構ちょっと待って、ちょっと待って、もう分かんない、ちょっと待って、分かんない。ちょっとどうしようかな。まあ悪くなかったんじゃない。うん、さっきほどね。さっきほどね、でも勝てるかは分かんないって感じ。どうしよう、降りるか、降りるかめっちゃ迷う。中井変えようかな。少々変えようかな。降りたい、降りたい、もう。いや、なんか一人の数字見てちょっと降りようかなとか思ってるもん。でも降りるんだったらさ、中井降りようかな。最初降りるんだったら、でも降りるんだったら引いた方がいいよ。いや、だって引くのただじゃん。引いてるな。じゃあ引いてる。じゃあ引いてる。どうぞ降りるんだ。じゃあ引いてる。引いてってこと。そう。す。す。パ。みんな笑ってるけど、みんな笑ってるけど、いいですか、もう一発。ちょっと待ってよ。せーの、勝負。はい。みんな下ろしたよね。みんな下ろした。みんな下ろした。ちょっと瞳止めるね。瞳はどっち？見るんじゃないの？新井さんは降りたのか。降りてない。降りてない。じゃあ勝負。勝負。ここ。じゃあ一人だけだから勝ちにはなります。降りようと思ったの、ね、なんで残ろうと思ったの。だっていいって言ったもん。だからキングキングなのかなって思って。なわけないじゃん。これで負けるの一番嫌だ。本当に。なんで。それでは
2試合目に行きたいと思います。せーの、ドン。あ、なんかすごい。ちょっと待って、さっきの試合思い出した。なにめっちゃ私のカード見てめっちゃ笑ってた。言ってごらん。すごい。なに、ね、すごいじゃ、なにどう思ったの、ミユの見てどう思ったの。小さい。え、これちっちゃい。これどっちだろう。瞳めっちゃ面白い。瞳めっちゃ面白いよ、今日。どうしよう。なんか私が見えてるカードだと、二人が、うん、ギリいい勝負ってこと。本当に、ね、どうしよう。いい勝負。どう、よ、瞳言って。どう、瞳どう思うの。すごくすごくどう思うの。大きい。大きいな。じゃあいいじゃん。瞳のことについて誰も言わない。なんだろう。瞳は変えたことないから、変えてみるっていう経験をしてもいいかも。あの、経験をしてもいいかも。ここが際どい。いい勝負って言ってたよね。いい勝負。いい勝負。いい勝負なんだけど、まあどっちかが大きいしちっちゃいんだよね。でもいい勝負。本当？ちなみにそこもいい勝負。嘘。分かる人からしたらやばい。え？いい勝負だってどうする？じゃあこれはもう行くしかないでしょ。じゃあ変えな。変えな。自由だから変える。はい、変えよう。もう一回見ていいのか。うわめっちゃいい勝負でしょ。じゃあ、せーの、変えて、せーの。うわー、すごい。ちょっと待って、重くない。待って、すごいって何。ちょっと変えてみる。でも、変えてみる。変えてみた方がいいと思う。本当に、うん、本当に瞳、うん。こう言ってるし、人もこう言ってるから変えな。でも変える前の方が、変える前よりいい今。本当？うん、まだいい。本当なんだ。うん、まだいい、まだいい。オッケー、オッケー。じゃあ、せーの、勝負。勝った。え、ちょっと待って。じゃあ、ミユ見てください。あ、やったー。いや、これには勝てない。これには勝てない。で、ちなみに他の3人も、せーの、ドン。瞳が1出した時大爆笑だったよ。やばまた1。ちょっと爆笑。あれ、自分も1だ。そうだよ、そうだよ。瞳のことめっちゃ笑ってたけどね。自分も1だったよ。そう。というわけで、じゃあ2試合目はミユの勝ちです。イエーイ。では、これがラストの試合になります。はい。マイナスから抜け出そう。お、お。はい。じゃあ、運命のラストの試合です。せーの、ドン。おお、お、お。面白いかも。バラバラっちゃバラバラ。うん。バラバラだね。え、どうしよう。なんで自分の数字見えないんだろう。見たいね。ミユは変えなくていいと思うよ。うん。うん。変えなくていいと思う。なくていい。怪しいねってさっきから一人は。一人はずっと怪しい。もう今の二人の反応で変えようかなと思った。あ、変えようかなと思った。うん、多分ちっちゃいんだろうなと思った。ダメだ、うちらはあんま言っちゃダメだ。ダメ、何も言わない方がいい。変えよう。お、え、うわ、最悪。え、でもそれわかんないよ。それあー、どうしよう。あ、泣きそう。もうこれでいく。泣きそう。てみ、それでいく。うん。でもこれ負けたくない。負けたら痛いもんな。どうしよう。どうしよう。もうみんな変えてもいいぐらいのところにいる。あ、ほんと？あ、じゃあ泣き変えるわ。うん、いきます。じゃあ見てみ。あー、え、ぶーぶー、すごい。え、なになになに、ちょっと待って。ミユがずっと笑顔なんだけど、めっちゃご機嫌なんだけど、悪い予感しかしない。これよりちっちゃいってこと？見れるか。いや、それはない。それはない。それはないから大丈夫。じゃあ初めて変えてみて。初めて変えてみる。オッケー。初めて変えてみる。ついに初めて。で、開く。おー、開いていいよ。そうだ。へー、
じゃあ、じゃあ最後は、いくよ、うん、せーの、勝負みんな勝負してる初めて、初めてみんな勝負した。あ、多分負けるな。せーの出す、うん、せーの、ねえ、ねえ、ねえ、よっ全然、うわー、じゃあ何にしとけばよかった。私一緒、そう、一緒もやっぱ瞳の最初の1で運がついてきます、うん、瞳には、うん、言ってた方がいい。外で1で勝った、私インディアンポーカー1で勝ちましたって言ってた方がいい瞳に勝てるようにリベンジできたらいいなと思いますそれでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。以上、東京女子流でした。おめでとう。見てくれてありがとう。この動画が面白かったらいいねボタンを、そしてチャンネル登録もよろしくね。 Twitter や Instagram もやってます。